カステリオンデラプラナは、スペイン・バレンシア州、カステリオン県のムニシピ、カステリオン県の県都である。単に、カステリオンと呼ばれることもある。バレンシア州では、国家公用語のスペイン語と、自治州公用語のバレンシア語の二言語が、公用語に制定されている。本自治体のバレンシア語名は、カステロ・デラプラナ、スペイン語名は、コスタヨン・デラプラナ。 バレンシア5名とスペイン5名が優劣のさなく公式名であり、公的文書では両言語名を並べてスラッシュで区切ったカステイロ・デラプラナ、コスタヨン・デラプラナという表記が用いられることがある。カステリオンの航空写真イベリア半島の東側、地中海のコスタデル・アサー,アールに面する。バレンシア州の州都バレンシアからは北に約 72km の距離にある。中心市街地は 地中海から4キロメートル内陸の標高3 0ル地点にあり、地中海と内陸部の山地に挟まれた平坦な土地にある。地中海に面して、グラオデカステリョン地区があり、砂浜海岸、カジノ、ヨットハーバー、カステリョン飛行場、コスタデアサールゴルフ場などがある、リゾート地となっている。自治体域を本所四五線が通っている。カステリョンや、 ベニカシムの北側にはパルメス山地砂漠がある。自治体の南側をミリアルス川が流れ、カステリオンとビライコールレアルを隔てている。欠片の気候区分ではステップ気候に区分されるが、地中海性気候との境界に近い。年間平均気温は摂氏17.5度である。月の平均気温は最も低い1月が摂氏10.4度。 最も高い8月が摂氏25.0度である。年間降水量は442ミ、mm、リメートルと少なく、特に6月から8月の夏季は降水量が少ない。年間日照時間は2689時間であり、年間300日以上の晴天日を有する。2017年の人口は169,498人であり、カステリオン県の人口の 約30%を占めている。バレンシア州では、州都バレンシア、アリカンテ、エルチェに次いで4番目の人口規模である。ビライコールレアルなども含めた、カステリオン都市圏の人口は約30万人である。カステリオンにある、ハイメ一世の銅像をこの地域で最初に知られている、建築物はムーア人の城である。ハイメ一世が1233年に、 バレンシア王国を征服した後、1251年にカステリオンの町が公式に建てられた。1251年9月8日、ハイメ一世はこの町を山から平野に移す許可を与え、言い伝えによれば1252年の始純説に移動が完了した。中世にはこの都市は、堀と、死壁、塔によって守られ、教会が建設され、後にカテドラルとなった。 1519年から1523年にバレンシア王国で起こったヘルマニエスの反乱ではこの都市はヘルマニエスにとっての最後の砦となった1701年から1714年のスペイン継承戦争でもハプスブルク家のカール6世の側に着いたがフェリペ5世の部隊に占領された18世紀初頭には現在のカステリオン市長者が建てられた市聴者には トスカーナスタイルのファサードがある。19世紀には、死壁が壊され、市街地が広がり始めたが、スペイン独立戦争とカルリスタ戦争によって、発展が停滞した。1833年スペイン地方、行政区分再編で、スペイン全土に49の県が設置されると、カステリオンデラプラナは、カステリオン県の県ととなった。19世紀の後半には再び都市の拡大が起こった。 鉄道が引かれ、港が拡張され、町を代表する建築物が建設された。20世紀初頭の1910年には、自治体の人口が3万2000人に達した。1925年には郊外にマリアクリスティーナ貯水池が完成し、柑橘類の栽培面積が増大した。1931年4月12日の地方選挙では、 カステリオンデラプラナでも共和国派が勝利し、スペイン全土で、スペイン第二共和制が成立した。1936年7月18日に、スペイン内戦が勃発すると、内戦当初のカステリオンデラプラナは、共和国派の都市であったが、1938年6月14日には、フランシスコ・フランコを率いる反乱軍に占領された。内戦前の1931年には、 サンタマリア教会が重要文化財に指定されていたが、内戦中にはカステリオン市当局がサンタマリア教会の取り壊しを命じており、今日のサンタマリア教会の建物は内戦後に再建されたものである。1960年にはローマカトリック教会のセゴルベ市教座がセゴルベカステリオン市教座に移行し、カステリオンデラプラナに初めて市教座が置かれた。 1967年には市中海岸に石油生成所が建設され、1977年にはコンバインドサイクル発電所が建設された。1960年に62,493人だった人口は、1981年に126,464人となり、20年間で倍増している。1975年以降に、 スペインの民主化が進行すると、1982年7月10日には、バレンシア治州憲章が制定されて、バレンシア州が発足し、カステリオン県、バレンシア県、アリカンテ県の3県からなる、バレンシア州の一部となった。1991年には、カステリオン県発の大学である、ジャウメ一世大学が開校した。現在の市の経済は主に製造業や、 工芸品によっているジャウメイッセ世、大学1991年には、カステリオン剣発の大学として、ジャウメイッセ世大学が設立された。法学、経済学部、人文学、社会学部、健康科学部、高等工科学校を有し、単一のキャンパスで、約1万5000人の学生が在学している。名称は13世紀のアラゴンをハイメ一世に、由来する。 カタルーニャ語圏の大学連合であるビベス大学ネットワークに加盟している。航空カステリオンコスターサーアール空港カステリオンの北 30km の内陸部にはカステリオンコスターサーアール空港がある。2011年に開港してから4年間も就航便が存在しなかったが2015年には初めて旅客機が飛び立った。アメリカのニューヨークタイムズ紙は カステリオンコスタアサーール空港をスペイン経済危機で深く沈みゆくスペインにおける無駄な資質の象徴と批判している。カステリオンコスタアサーール空港は2700メートルの滑走路1本を有している。地中海に面したグラオデカステリオン地区には950メートルの滑走路を有するカステリオン飛行場があり、航空スポーツなどのゼネラルアビエーションに利用されている。 鉄道中心市街地と、ジャウメ一世大学の間には、カステリオンデラプラナ駅があり、バレンシア州バレンシア県バレンシアからカステリオンを、通って、カタルーニア州タラゴナ県タラゴナに至る、地中海回廊線の列車が運行されている。バレンシアカステリオン間 70km は、近郊鉄道のセルカニアスバレンシアの C-6 号線に組み込まれており、 カステリオンデラプラナ駅を出た列車は、ビライコールレアルやサグントなどを通って、バレンシア北駅に至る。カステリオンとマドリードやバルセロナを結ぶ、長距離列車も運行されている。バストラムでカステリオンカステリオンの中心市街地では、トロリーバスのトラムでカステリオンが運行されている。市街地生誕のジャウメイス星大学を起点とし、市街地中央部のリバルタ公園を横断し、 地中海岸のグラオデカステリオン地区に至っている 7.765km29 の停留所がある。2008年にジャウメイス製大学とリバルタ公園の区間が部分開業し、2014年に完全開業した。投資額や赤字額の大きさには批判があり、また、給料地でこそ能力を発揮するトロリーバスを平坦地のカステリオンに導入したことに対しては疑問が提出されている。 カステリオンではディーゼルエンジンによる一般的な路線バスも運行されており、カステリオン市内だけで30台以上のバスが16路線を走っているほか、カステリオンと他自治体を結ぶ路線も運行されている。また、カステリオン市当局によって、レンタサイクルサービスのビシカスが運用されており、265台の自転車と50のステーションを有する。 カステリオン美術館1845年にはカステリオン県立美術館が開館した。県立美術館の後継施設として2001年にはマンシーリャ・トゥニョン・アーキテクツが設計を手掛けたカステリオン美術館が開館した。建築面で高く評価されており、ファド建築賞、オブラ・エクセレンテ賞、ミーズ・ファン・デル・ローエ賞などを受賞している。美術館と博物館の機能を合わせ持っており、 洋行や考古学などの展示、彫刻作品や宗教絵画などの展示が行われている。ノーエスタディカスタリアサッカーカステリオンを本拠地とするサッカークラブとして CD カステリオンがある。1929年に設立され、1940年代、1970年代初頭、1980年代初頭、1980年代,1980年代末には、 1> 計1 1シーズンにわたってプリメーラディビシオンに在籍した。その後は成績が低迷し、セミプロやアマチュアに相当するセグンダディビシオン B やテルセーラディビシオンなどに在籍している。2017年には現役選手のパブロイルナンデスラがクラブの共同オーナーに就任し、2018年にはセグンダディビシオン B に昇格した。 14485人収容のノエスタディ、カスタリアをホームスタジアムとしている。なお、カステリオン県に本拠地を置く、サッカークラブとしてはビジャレアル CF などもある。フットサルパベリオンシウータでカステリオをフットサルクラブとしてプラジャスでカステリオン FS がある。1985年に設立され4500人収容のパベリオンシウータでカステリオを ホームアリーナとしている。1999から2000シーズンと2000から01シーズンにはプリメーラディビションで2連覇し、2001から02シーズンと2002から03シーズンには UEFA フットサルカップで2連覇した。このように国内外でタイトル獲得経験のある強豪クラブだったが、2011年以後は財政難によりカブリーグに属している。 バスケットボールカステリオンを本拠地とするバスケットボールクラブとして ABE カステリオンがある。1994年に設立され2015年に初めてレブオロに昇格した。2018から19シーズンはレブオロに属している。リーガアッコブ在籍経験はない。4500人収容のパベリオンシウタでカステリオンをホームアリーナとしている。セルヒオンガルシア。 ありがとうございます。